者マッピングを訪問させていただく、町田と申します。今回のプロデューサーをしております。よろしく。で、ありがとうございます。今日はですね、非常にたくさんの方がいらっしゃっていて、ちょっと見にくいところもあるかと思うんですけども、10分ぐらいの作品をやらせていただきます。でその中には、広島からの作家さんとか、埼玉の作家さんとか、東京の方とか、いろんな全国から集まっている作家さんのパートが あります。それから、AU18 のですね、園児の方が書いていただいた、これは実はただ絵を描いたのではなくて、穴の開いている紙に、自分の願い事をこう言ってですね、それを絵にするという書き方をしてもらって、その願い事に従ってちょっと動かしたアニメーションしたような、子供さんの作品も、上映させていただきます。全部で10分ぐらいなんですけども、それで、それ以外にですね、実は2部の方に、2つ、コンテンツがあって、向かって右の方は、実は岡山のなんだっけ秘密彦神社という神社で、今日実はプロジェクションマッピングを、大灯籠というのが11メーターの灯籠がありまして、そこにプロジェクションマッピングを、まさにここの園児を去年までやってた方が、やってまして、それをですね、そこの右側で今中継で、このプロジェクションマッピングの合間にですね、岡山からの中継を右の方でやります。で左の方では、エア書道というですね、体を使って、日本の左側にこう書道ができるという、そういうインタラクティブな、パフォーマンスというか、そういうことを、自分でそれができるわけなんですけども、そういうものも用意してありますので、どうぞ前の方が終わったり後ろの方でもちょっと楽しんでいただいて、今日は非常に人がたくさんいらっしゃるので、見終わったら右の方からこうかけていただくような形になるかと思いますので、皆さん、最後まで、ごゆっくり、年の瀬を、楽しんでください。はい、じゃあ始まります。